こんにちは、タイガーです。今回はね、僕の、1日動画ということで、ね、紹介していきたいと思います。今日は街に買い物に行きたいと思うんですけど、ちょっとね、後ろの部屋がねだいぶ散らかってるんですけど、ここはねスルーということでお願いします。行く準備でもしたいと思います。行く準備といっても、このね、僕が愛用してるこのカバンに必要なものを入れるだけなんですけど、必要なものっていうのはね、この水ですね。水をね、一つだけね入れてあげたいと思います。これでね、もう準備完了って感じですね。できま水族館、まあね、最近は階段より、ね、エスカレーターの方を使うようになってしまいましたね。昔はね、どちらかというと絶対階段だったんですけど、自分の、ね、体力を見せつけるために、ね、階段を使ってやったわけなんですけど、もうね、年の衰えをね少し感じてますね。なんかね、アップルストアの前に人がね山のように並んでいて、なんかとんでもないことになってましたね。まあ、とはいえね、僕にあんまり関係ないので、まあ、ゆっくりとね歩いて街の中心に、ね、移動したいと思います。今日はお昼ご飯を街で食べる予定なんですけど、もうね、早速ソーセージの誘惑が来ました。まだね、ちょっと決断しないで。結構ね、街に人がたくさんいて、驚きです。早速ね、ハンバーガー屋さんも現れてね、ソーセージ屋とのダブルコンボなんですけど、まだね、ちょっと悩みたいと思います。他の店も見て、とりあえずね、まずは紅茶屋さんでちょっと紅茶をね見たいと思います。美味しい紅茶がね、アーグレイかダージリンがねあればいいんですけど、ちょっとね中に入りたいと思います。僕、日本にいた時アイスティーが好きすぎて、もうハンバーガー屋でもスタバでもね、カフェでも何でもアイスティーを頼んでましたね。たくさんね紅茶の種類があって、どれもまあ美味しそうなんですけど、ダージリンかアーグレイって悩んだんですけど、今日はねこのアーグレイをね買ってしまいましたね。今ね、お茶屋さんで紅茶を買ったんですけど、紅茶を買うとなんかね、サンプルの無料でなんか違う紅茶をもらえて、めちゃくちゃねラッキーって感じでしたね。飲みたいと思います、これ家で。ということでね、今度はアジアショップに行って、ちょっとめんつゆとかをね買いに行きたいと思います。なんかね、我らが日本のね、このサントリーウーロンティーがねなんかあったんですけど、これね、ちょっと1本買っちゃいました。でも値段が意外に高くて、なんか300円。なんかメンチが800円ぐらいするんですけど、これ安いのか高いのかね、ちょっとよくわかんないですね。エバーラーマンありましたね。なんかね、ここのアジアマークと、なんかこの辛ラーメンがありすぎて、どんだけ気合入ってんだってぐらいね、辛ラーメンがあります。チキンラーメンちょっとだけチキンに立てて。すいません。そろそろね、お腹も減ってきたので、ご飯食べるところをね探していきたいと思います。今デパートの中に入ったんですけど、この中でね、ちょっとお昼ご飯をちょっと食べたいと思います。なんか多分一番上にフードコートがあると思うので、フードコートにね行きたいと思います。まあね、フードコートっていうのはね、大体誰かとね来てる人が多いんですけど、僕はね今日ぼっちなので、ぼっちでねご飯を食べたいと思いますね。たくさんね種類があります。イタリアン、君に決めた。ちょっとねふざけました。注文したいんですけど、なんか店の人がね、客のおばさんとなんかね言い合いみたいのしてて、僕にね全然注文をね聞いてくれないです。もう僕立ってるだけなんですけど、まあね、忍耐強く待ちたいと思いますね。ハロー、イヘテゲネアイネスパゲッティアグレオリオ。アグレオリオ、いや、なんかね、美味しそうなピッツァもあったんですけど、今日はね、パスタの日だったので、スパゲッティをね、注文しました。今日僕が頼んだパスタは、なんかアリオリオとかいうね、ニンニクパスタなんですけど、まあね、食べていきたいと思います。なんかそのお客さんのおばさんが、その店の人に、なんかパスタができるのが遅いみたいなことを言ってたらしいんですよね。でね、僕がね、その後に来て、パスタを頼んでね、10分ぐらい静かに待ってたんですけど、そしたらね、店の人がね、お前はね、めちゃくちゃいいやつだとか言ってね、あのおばさんはね、忍耐力がないみたいな話をね言ってきてね、まあね、褒められたわけなんですけど、まあ、サッカーでね褒められたいですね、僕は。なんかね、パンが無料でこのフォカッチみたいの一つね頼んだんですけど、なんかね、もっちもちかと思ったらね、もうパッサパサのね、カッサカサでしたね、もう。なんかね、パスタを食べたらなんかパリパリする音がするなと思って、ちょっとアップで見たら、
なんか焼きそばみたいになってましたね相当ね手抜かれました。多分ちょっとね天気も悪くなってなんか雨も降ってきたんですけど、最後ねちょっとコーヒーでも一杯ね、いいカフェで、いいカフェっていうかね、まあ良さそうなカフェでね一杯飲みたいと思います。まずねカフェ探さないといけないんですけど、まあ結局ね行き着く先はこのねスターバックスということになってしまうわけなんですけど、まあね実際僕ドトールの方が好きなんですけど、ドイツにねドトールはないのでね入っていきます。いい設定で何やクラーネパプチーノ、まあさすがにねこのスターバックスというね神聖なる場所で一人でねうましとかねビーミーとかはね言えないわけなので、まあね黙って味わっていきたいと思います。まあとはいえね滑ることがなくなったので僕としてはね感謝。最近ちょっとねインスタグラムでもちょっと始めようかなって悩んでるんですけど、皆さんはねフォローしてくれますかねちょっとねコメントでもねお待ちしています。ということで、ね、最後までご視聴いただきありがとうございました。こんな感じがね僕の今日の一日の休日の過ごし方という感じでした。それではさようなら、チュース。